サントリー文化財団は2019年2月設立から40年を迎えました。その始まりはサントリー創業80周年を記念して新しい社会への貢献をしたいという思いからでした。当時日本は飛躍的な経済成長を遂げた一方で、世界から顔のない巨人と揶揄された時代でもありました。そうした中、山崎正和大阪大学教授を中心に日本と世界のこれからの在り方を考えていきたいという思いから、サントリー文化財団は大阪に誕生しました。創設メンバーの一人、山崎正和さんは、サントリー文化財団っていうのは一見その時々の時流に反対することばかりやっていきます。まあ東京一極集中の時代にあえて本部は大阪に置いたし、そして地域文化賞という賞を作って各地域の、しかも文化をテコにした地域おこしというものを手伝ってきました。また学問がそれぞれ専門家を深めて多骨を貸しつつある中で、学芸賞というものを設けて、学者が少しでも広い視野を持ってこの社会と対話してくれるように励ましてきます。設立直後からサントリー文化財団は国内外に向けて時代に先駆けた取り組みを開始しました。目指したのは分野を超えた人たちが集まり、自由闊達に議論を交わし、そして世界と社会のために知識を磨くサロンでした。以来40年にわたって人文・社会科学分野での研究活動の支援と日本の地域文化の向上に向け、さまざまな活動を行ってきました。1979年から始まったサントリー学芸賞、4つの部門において1年以内に出版された個性豊かで将来が期待される新進の研究者・評論家に贈呈されるものです。既存の枠組みにとらわれない自由な評論・研究活動に光を当てることはこれまでにはなく、サントリー学芸賞の大きな役割となっています。これまでの受賞者、その総数は338名に上ります。サントリー地域文化賞は地域社会での文化活動に携わり、地域の文化向上に大きく貢献をした個人・団体に対して贈呈されるものです。これまでに日本全国すべての都道府県から受賞者が選ばれました。その総数は214件を数えます。研究助成も1979年から実施されてきました。目指したのは独創的・冒険的で分野を超えた研究の助成と人材の育成、中でも現在重点を置いているのが若手への支援です。国内外の若手研究者の社会と文化に関する個人研究助成として、トリーフェローシップとサントリーフェローシップがあり、これまで選ばれたフェローは154名。また人文・社会科学の分野において学問的な新しい発想でチャレンジしようとする若手研究者の支援にも力を注いでいます。調査研究は時代に即したテーマを選定し、国際的・学際的な研究グループを構成、財団の下で行われています。海外出版助成は日本語で書かれた優れた研究業績、または日本について書かれた書籍の外国語への翻訳・出版に対して助成し、
日本文化と日本に関する学問的業績を幅広く海外に紹介しています。さらに大きな使命としているのが財団と社会をつなぐ活動です。アカデミズムとジャーナリズムの再結合のための場の提供を目指し、文化財団フォーラム、マスコミへの成果報告会などを開催してきました。またロンダン誌アステイオンを1986年に創刊、その時々の課題と正面から向き合ってきました。現在ではより広い世界へ向けてウェブサイトで英語版も公開しています。そのコンセプトは鋭く感じ柔らかく考える。受賞者たち、研究者たちは今何を思うのか。2002年度サントリー地域文化賞を受賞した富山県南砺市のすき焼きミーツザワールドです。そういう継承がポーンとこうもらえると本当にあのやりがいにつながって、そこからバーンとこう広がってきましたね。でネットワークができるんですよ。他の受賞団体の方々、もしくはその今までこう受賞された方々、ああこういうふうにいろんなことをやっておられるなっていうのがヒントになるんですね。そういったところもこう見させていただきながら、ああなるほど、全国にはこういったやり方があるんだなというのが非常に励みになりました。はい。2017年度サントリー地域文化賞を受賞した阿波デコ箱回し保存会です。このままじゃったらね、消えていく文化やったと思うんですよ。でもこの文化がほんまにこの徳島の阿波のこの地域にとって大事なんじゃっていうことを認めてくれたんですよ。で頑張っていきようって背中を押してくれた選考委員の先生が、本来の芸能が息づいとるって言ってくださった時にすごく嬉しかったです。これは服をお家の人に届けて幸せになってくださいと願って、そのお家の人に寄り添っていく文化だって言っていただいた時の嬉しさ、ごっつ嬉しかったんです2007年度サントリーフェローとして選ばれた中国出身の研究者、香川大学のシャン・ユイ准教授です。フェローたちとの研修旅行が研究に新たなアイディアをもたらしてくれたといいます。地域っていう視点が多分入れたと思います。例えば中国でもいろんな地域で今例えば産業集積として自動車産業発展させようと、これが地域の経済文化に対してどういう影響があるのか、そういう新たな視点は多分サントリーフェローを通じまして、この地域の、フェロー旅行とか通じまして、実際にはこの文化と経済の関連性、この視点は多分付け加えたと思います。はい。2003年度トリーフェローに選ばれた立命館大学福間義明教授です。後に2017年度サントリー学芸賞も受賞しました。フェロー時代の仲間たちが研究の視野を広げてくれたといいます。方法論とか分野がやっぱ全然違う人たちでしたし、違うディスプリンの人がまあどういうスタンスでね、まあものを考えてるのかっていうのは、まあ、自分の何て言うんでしょうか、その研究の位置づけをちょっとこう、まあ、見直すっていうか、まあ、相対化する意味でもやっぱなんかそういう、こう同年代のでまあこれから研究頑張ってやっていくぜみたい なんかそういう人たちとなんか話ができたのは印象深いですし、まあ、刺激的な場だったかなと思いますね。2007年度サントリー学芸賞を受賞した青山学院大学福岡伸一教授です。受賞作「生物と無生物の間」はおよそ80万部のベストセラーとなっています。福岡教授にとってサントリー学芸賞とは。サントリー学芸賞が、まあアカデミズムにおける芥川賞であるならば、芥川賞作家は書き続けなければいけないわけですよね。その賞はゴールではなくてスタートのはずなわけです。我々受賞者にとっては、
これから頑張りなさいというスタートの、まあ、ジャンピングボードを与えてくれたものですから、さらに自分の思想や哲学を、展開し、まあ、完成していかなければいけないわけですね。2008年度サントリー学芸賞を受賞した大阪大学堂目拓夫教授です。アダム・スミス自身もそうですし、有名な経済学者はそんな学術のことだけ、文字の世界の中だけのことをやってたわけではなくて、その時代のやはり経済問題、社会問題にこう身を投じていましたから、あ、これはやっぱりそれに習わないといけないなと、そのきっかけをサントリー学芸賞を与えてくれたなと。自分がやってきたその思想とか歴史の知識をどういうふうに生かせば現実問題の、まあ、解決はできないしてもですね、解決しようとしている人たちを助けることができるか、あるいはその糸口を一緒に見つけていくことができるかというふうに、それは大きな私にとっては学級の道に入ったものとしての非常に大きな転換期だったと思います。どんなに苦しい社会になっても、どんな閉塞した社会にあっても、この財団のここをギュッてこじ開ければサロンがあるっていう、つまり自由な、そして異なる分野の人たちが本当に生き生きと伸びやかと楽しそうに意見交換できてる場があるっていう、それが夢ですね。